はい、どうもマロチです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。1年生の顔、名前決まりました。コメントありがとうございます。ピッチャー桜塚くん、コメントでなんかヤックンからちょっと来てたみたいなんですけども、ちょっと俺がねどうしても坊主頭のエースピッチャーを作りたいっていうのがあって、ちょっとまあヤックンとはかけ離れた感じになっちゃったんですけども、桜塚くんというより、なんか今話してて思い出したように、昔なんか俺ヤックン作ったような気がするな。いやまあもう作っちゃったから、桜塚くん、はい、早川くん、顔がねもうすでになんかイケメンの顔だったんでね、デフォルト、これデフォルトの状態です。はい、かっこいいなということでこのままにしました。顔は佐藤きびちゃん、久々こう一点枠ですね。まああの髪型にしちゃうとどうしても髪の毛を水色にしたくなるんですけど、そこはしっかりと押さえて、はい、佐藤きびちゃん、佐藤きびうまいなと思いました。入表くん、はい、作りました。花崎くん、これが、中身、転生 OB の平野選手です。はい、彼にはねちょっとこうこの世代の顔というよりも桜子の顔になってもらいたいなということで、ちょっと頑張ってもらいたいです。玉木くん、綾部くん、綾部くんはもう そもそもいた綾部くんです。名前がありました最初から。で綾部くんを見たらやっぱ又吉くん作りたいなということで、はい、2人作りました。以上かな。はい、ありがとうございます。頑張ってきます。今年こそ何とかします。よし、やっていきましょう。どうしようかな、どこまで行こうか。2使うか、2使ってなんかカード変えようか。練習試合入るかどうかでも変わるけども、夏直前とかまでかな。練習指示来ないかな、来ないか。本屋さん、そうだね、ちょっとどこまで取るか、身長取るあんまいらないな。いや5があれば最高だったんだけどな。1読んでいきますか。今日の動画と、明日の動画もちょっと取りだめしようかなと思ってます。ちょっと最近取りだめ続いちゃうんですけども、続いちゃってるんですけど、明日もちょっと病院があって、明日って言っても分かんないよね。今撮ってるのが10月の14日で明日15日、ちょっと15日も病院があって、まあそれは俺の病院じゃなくて、あのうち猫いるんだけど、猫の、年に1回の、ワクチンのために病院行かなきゃいけなくて、ちょっと、栄冠の方を取りだめしようかなと思ってます。西表盗塁、はい、もう5でいっちゃうか、5でいっちゃいましょうか。何か覚えたいね。やっぱあれだよな、キャッチャー佐藤ってなるとメジャーの漫画、メジャーのトシ君が出てくるよな。うわー迷うとこだな、これ迷うな。藤村君行くべきか、島部行くべきか。いや迷うね。いや藤村くんじゃないか、藤村くんじゃないか、藤村くんでいきます。重い球とかすごい魅力的、星になんとかなんねえか。覚えて覚えて、よし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 、いいよ、よくやった、よくやってくれた。ちょっとスカウトに止まっておきましょうか。ちょっと全然スタミナ見てないから分かんないけど、看護師さんも止まっておきたいね。四万町しとこうかな。
111でいきたいけど、そううまくいかないかな。ダンベル壊れそう。持ってたっけ？あるね。壊しちゃうか。メンテナンスキット助かる。今日ダンベルはちょっと壊す手でいこうか。ちょっと待って、みんなどうなの？スタミナ、あ、減ってるね。確認してからやればよかった。デルベ1 適当だけど、デルベ、どうしようかな。ミゾット社員、ほら出た。助かるぜ。練習指示来ましたよ。もうちょっと早い時に来てほしかったけどまあこれは取っとこう。弾道とか上がりきって5月弾道とか上がったらちょっと使う感じにしよっか。ちょっと藤村くんフォークは、いやギリギリか。とりあえず3にしたいな。そしたらスタミナなりコントロールなりに振りたいんだけど。シュリちゃんはコントロールで、与那国いいじゃない。球速もちょっと上げとこうか。いや待てよ、まず変化球だな。これ3ぐらいにはしときたい。何これ、作るよ。氷室とりあえず変化球 OK にして、コントロールとか上げとこうか。番長いいんじゃないですか。コントロール、あ、球速いってこうか。いやまずはこれあれでしょう、ドロップカーブ。ドロップカーブとドロップ違うか。ドロップを上げとこう。早川は、どうしようかな。性格はしたたくか。とりあえず高速シュート磨いときますか。島部ミート 71OK。そうだな、守備力いっとこうかな。三風肩 60OK です。ミート60ぐらいまで持っていけるでしょ多分。ミートいいね。ミート53までいってるね。どうしよう、補給60ぐらいまで入れとくか。入れとこうか。キビちゃんとりあえず肩だな、キャッチャーとして。サンタパワー頑張って、他パワー頑張って、玉木やっぱ対左投手 A を生かすための攻撃力だよな。とりあえず弾道上げとくか。日高総力83、いや90ぐらい欲しいっちゃ欲しいけどな。他にそろそろ費やしてもいいような時間でもあるよな。守備入り表とりあえず弾道で。ちょ、能力は、はい、いや亮さんがね今ねベンチにも入ってないんだよね、この能力で。もったいないんだよね。もったいないんだよなもったいないんだよな。お、守備51までいってるね、いいね。ミート60までとりあえず目指しましょう。またよし、うまいんだよな。とりあえず弾道だな。花咲
とりあえず弾道はもういいから、花咲一応あれスタメンか、スタメン取ってます。確か守備職人持ちなんだよね。とりあえずなんか補給が気になるから補給上げとくか。弾道はい、ある程度数人の弾道が上がったら練習シリーズ使いますか。とりあえず花咲はね、補給も50いった時点で他に回したいな。なんとかみんなが弾道上がった時に補給終わってねえか。これは下かな。なんとか2位出てくんねえかな。よし、チャンスの必勝もいいね。ありがたいね。いや、ダンベル組んだったら来てくんねえかな。壊してカードを使いたい。いや、いいよ。どうしよう、2行こうかな、3行こうかな。3でいいか。これ練習試合入んねえかな。入ってほしいんだけどな。ちょっとやっておきたい。弾道終わり？もうなんか一人ぐらいいないか。もう一人ぐらいいねえか、弾道なんか。終わったと思いないけど。弾道入り表と、玉木か。4行きましょうか。あ、いいんじゃない。あ、これで弾道終わりの、おそらく花咲の補給も50いったんじゃないか。これでいってないかな。ちょっと練習指示もう使っちゃいましょう。弾道はとりあえず終わったから使う。よし、玉木どうする、将来的に。あ、そっか、ミート力を鍛えるのか。ミート理由を持って、補給が50でもほぼほぼ完成してるから、まあショートとしてちょっと守備力、守備面いってみましょうか。あ、ウミンチュいいね。ミート60か。まあ盗塁はさせないとして、走力は多分勝手に60ぐらいまで伸びてくれると思うんだよね。ちょっとパワーも上げとこう。またよし、守備50とかにしときたいな。今あれだよね、確か俺守備メインの練習指示にしてるよね、今年。確かそのはず。呼吸51までいったな、OK だね。とりあえず花咲は攻撃面いきましょうか。ミート50、大会までに50はいくだろう。綾部、とりあえずミート、はい。練習試合どうにか入れたい。
もう1回でいい、1回でいいから練習試合やってから大会臨みたい。本当にあれだな、練習試合ってのはやりたいときに来てくんねえな、やりたくないときに来るけど。特殊マスとか出ないかな。出た。覚えれる気がする。サンタヤナギゴーヤか。これ柳にキャッチャープラス出て、キャッチャープラス当たったらスタメンいけるよ。キャッチャープラスないか。すげえな、すげえ、ほんと特殊能力持ちの人だね。チャンスいくか対左いくかだな。対左で、うん、対左でいきます。覚えて、よし。いや、すごいすごい調子いい。どんどん来てくれ。あ、しかも誕生日じゃないの。分かってたけどな、分かってないふりはしたけども分かってたよ。もう6月になっちゃったよ。なるのか。6月、いいね。ミート51、いいね。そうだな、もうミートかな、ひたすらミートかな、ひたすらミートだな。ミートでいこう。藤村君、もうちょいなんだよな。もうちょい3行くんだよ。いや、なかなかエース感出てきたんじゃないですか。能力面はちょっとコントロールスタミナちょっと足りないけど、なんかみんな疲れてんね少し。島ブー守備力です。あ、柳いいね。いや、守備完璧だね本当に。この攻撃力を生かしたいよね。多分弾道も勝手に上がるよな。後にのこと考えてパワー上げとくか。もうちょい肩きたい。サンタ君パワー、他もパワー。特にいじるとこないかな。特になさそうじゃなさそう。あ、あったね。いやー、りょうさんのこの能力をな、生かしたいんだよな。どうしようかな。ミート。問題なしかい。問題なしですな。まあちょっとギリギリまでね、スタメンは考えよう。スタメンというかベンチ入りメンバーも。お、あー、そっか、あれか、練習効率上がってんのか。柳、肉屋さん泊まりたいね。もう誰かのパワーをグンと上げてほしい。
はい。なぎさの弾道経験値。はいよ。4きますか、4で。あ、そうだ、みんな、なんか疲れてる人いたね。おにぎりとか使っとくかい？おむすびか。数人の疲れが取れた。あー、これまあ使った方がいいな、使った方がいいな。なんか2個ぐらい回復するやつ使おう。これ5いきましょう。ちょっとまもう一回、あー、1回で切っちゃったんだ。もう一回あれ出てくんねえかな。特殊マス今んとこあれかい、100発100中かい。今日の動画の中では特殊マスはいける気するよ。出てこい。出ない。2、1いきましょうか。八百屋さんと肉屋さん。もう練習じゃ諦めよう。とりあえず今入ってできるのかが微妙だよね。あ、練習休みいいじゃん。使おう。試験前だしね、練習休んどこう。頑張れ。りょうさん成績いいんだ。まあただりょうさん頭いいからね、勉強はちょっと苦手そうだけど。ベンチプレスだな。いやー、初戦はねちょっと弱いとこでやりたいな。いろんな意味で。そこを感覚的には練習試合に当てるぐらいな気持ちでいたいんだよね。お、よし、いけるな。なかなかに厄介な2マスだったよね、この赤マスは。とうとう大会が来ました。早上がろう。絶対桜探そう。前評判に微妙なところ。頑張るよ、頑張る頑張る。オーダーは一応決めてあるけど、もう一回見るぞちゃんと。でアイテムも使いましょう。性格、綾部の性格、熱血、受け入れない。1使ってもう1回1使おう。練習休みにしよう。1、7月。いや、フォークで行こう。フォークで行く。いや待てよ。いや、行った方がいいな。フォークで行った方がいい気がする。スタミナ面の不安がやべえな。いや、けど、うん、大丈夫。押し通すしかないから。全然、ヤックン、ヤックンって言っちゃったけど、桜塚くん。磨かれないね、カーブが。あ、もうちょいか。まあ、頑張って。
あ、パワー A いったね。いいね、ミート。頑張ってね、サンタ君。代打の切り札。玉木ミートで OK。獅子王なんとか大会中にパワーは60は行くな。行くな。なぎさもパワーは B 行くね。またよしよしでいいよ。花咲ミート50パワー持ってこうか。あげとこうか。はい、 OK です。さあ大会前の本を使う時が来ましたよ。アイテムを。まずは、オーダーからいきましょうか。オーダー1番センターシマンチュ、2番ライトウミンチュ、問題ないな。サード3番サードシーサー、4番を、いや4番はキャプテン島部でいく、いきます。でゴーヤが5番、6番問題ないかな、いけるかな。9番花咲1年生頑張ってね、大事なところ出せるから。控えなんだよな。中グスクでいくか、量産でいくかだな。いや中グスクでいこう。左ピッチャーが来た時の切り札だ。基本は花咲でいく切り札。中グスク。これいきます。ちょっと守備面でねユーティリティーある選手が一人もいないから、そこがね特回引っかいが難しいけど、これいきます。アイテムタイム。フォークの変化量1つ上がるとかそんな便利なものはないのかね。チャンスにかなり強くなります。これはちょっと使っておきましょう。島分もともと B でしょ。ゴーヤはゴーヤ D、 ゴーヤに使っとこう。チャンス B、 OK。 三風はチャンス E。 基本3年生には使うけども、三風にも使っとくか。三風にも使っておく、おく。対左打者に強くなります。左打者いいか、使っとくか。打たれ強さはかなり上がります。あ、もともと強い、大丈夫。対強打者丸になります。奪三振もう藤村くん、基本的には振る。もう藤村くんで押し通すぐらいでいった方がいいと思うんだよな。うわー、大した本がなかったのか。
スタミナ5上がります。もうアイテムあるか使えないのか。弾道1、ゴーヤ、ゴーヤいっておこうか、使っとこうか。こんなもんかな。推薦しときます。あと押しときたい3年生、渚とかもしときたいな。こんなもんでいいかな。お褒めはないのか。学力も今上げる必要ないから、なんかみんなそこそこなんか疲れてたよね。あ、そうでもない、サンタとかか。微妙だな。なんかおにぎりとおむすび使うまでもない感じだな。終わりましょう。ちょっと待って、テンションノリノリだね。いいね。いける、いける。特殊能力だけを見れば今までのうちのピッチャーの中だ、ピッチャーの中でもトップクラスだと思う。練習試合してない分不安はあるけど、いけるよ、大丈夫だ、いける、いける、いける。よし、終わろう。明日は県大会頑張ります。今年こそ桜咲かせましょう。絶対咲かせます。毎年言ってっけど、マジ咲かせる、マジで頑張るから。よし、終わろう、終わります。バイバイ。